はい、どうも、ヒホヤさん、ハッセッス。はい、セッセッセッセグです。はい、ということで、今回もね、続きからやっていきたいと思います。しゃちょっと、こいつ邪魔だよ。ねえ。で、まず、ここ行けば、こいついるんだよね。そうか、こっからどうするか分かんないんだよ。そう。こいつ何してんのって感じだよね。だから、何見てんのって感じだわ。てか、むしろさ、まず一回そこの部屋全部一回調べ、何やってんのお前は。一回調べよ。お、動き出した動き出した動き出した。待って、俺ありえないほど今ビビってんだけど。来ないよな。大丈夫大丈夫のやつこれ。これもういけんじゃない。あ、じゃあセブ行こう、セブ行こう。ちょ、めっちゃ怖いんだけど。ちょ、セブに行こんじゃ、一回。まさか動き出すと思わなかったわ。あ、大丈夫のやつだ。じゃああそこで何待ってればよかったってことじゃね。いけるし。何か入ってる。キャー、目、やっぱり。あ、目ん玉はめるんだ。だよだよ。ほ、本物じゃないよね。本物だけがない。絶対目を手に入れた。本物じゃないよねってビビってなったら手に入れんじゃねえってことは目はめるんでしょ。まず目はめて、目多分つけた瞬間にあいつ出てくんだよね。来ないと思う。だって、いやー、この目動きそうな気する。目をはめ込んだ。OK。絶対来る。このロッカー、もし押さえて隠れられそう。開かないんかい。超怖いんすけど。来るぞ、来るぞ、来るぞ。はい！あー、やめて！よしよし、セーブセーブセーブ。ま、マジで怖い。ちょっと、久々にこんな怖いゲームをやる。で、あとは、あ、ん？どこだって行くとこ。一回一回全部見る？うん。これ邪魔なんだよね。開かない。で、隠れられそう。多分、どっかでイベント発生してまたあいつ出てきて、それで多分、ここまで逃げなきゃいけないんだろうな。うん、お父さん目が。じゃあさ、あれお父さんなんじゃねえの？ところってことは分かった。あの地下行って、うん、あの人首ないんじゃない？あーあほら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 来た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 。いやなんでそっちまで行っちゃうの？バカだろお前。危ない。いいよ。勝手に動いたんだよ今。来てる。まあまあまあ、もう逃げれるからね、もう逃げれるからね。よしよしよし。早い早い。お父さん持ってくれ。え、人形が塞いでくれてる今のうちに。どういうこと？何？え、あ、はめてあげたから父さんが助けてくれたんだな。あ、殺されちゃってる。目をありがとう。うわまあじゃあ下多分開いてるよもう、うん、で多分首がなくなってるの取られてるんだよ多分。セーブセーブ。やだもう。ちょっと今おしっこ出そう。ちょっと今の人すげえかわいそうだ。あれ人だったんだな。目をありがとう。鍵かかった。どういうこと？ロッカー開いてたりしてね。ああ。何かしらあるでしょ。じゃ左側の椅子のとこがいけないんだ。いけない。もうまたこうなったか。また罪まみめじめじめな。下一回行こう。一回 OK。ここが地下だよな、うん、で、ここはもうないんだよね。あなたはあけみ？あけみ？主人公じゃない？ちげえか。あなたはよかった、普通の人だ。この家に閉じ込められたのね。うん、しかもそれだけじゃないの。化け物があちこちに。知ってるわ、この村は呪われているから。え？怖い思いをしたでしょう。私と一緒に行きましょう。そうすれば死ぬことはないわ。どういうこと？私があなたを助けてあげる。え、ここから出る方法がわかるの？ええ、うん、さあ行きましょう。私の名はあけみよ。あけみ、あけみよ。私、しもこ、本当に助かるんだよね。私と一緒にいればね。ということでね、なんか新キャラクターあけみが現れた。何？お、なんでここにいたんだろうね。私と一緒に来ればって後ろにいるっつね。うん、
これ絶対一番最初に逃げるパターンの人間だもん、こいつ。てかぜ、あ、そうだ、地下室に私の知り合いが閉じ込められているの。鍵を探さないと。そうなの、分かった、探しましょう。こいつさ、本当はあいつなんじゃない。いや、ちゃうやろ。 21? 結構ピチピチのお姉さんじゃん。でも結構きつい顔してるよね。鍵を探しに行くんでしょ。でもね、どこだ。で上は、まあ、ねえと思う。あ、写真見ようか一回、うん、お、はい、どうした。え、何、あなたの好きにはさせないよ、ケミ。え、誰、誰かいるの。シマコ、逃げて、そいつから離れるのよ。なんかあるな。え、え、あれじゃない、落ち着いて、私の手を握るのよ。あれ、あれじゃないの、あの主人公じゃなくて、もう一人の方の茂みじゃなくて、もう一人の方、今探してる方、エビコ。エビコ、ダメ、アケミの手を取ったらそいつは化け物よ。あの声を聞いたらダメ。さあこっちに来て。シマコ、シマコ、またあの声やっちゃった。どうすりゃいいの、アケミちゃん、本当に化け物なの。え、え、まさかね、まさかね。え、ってこと、何、ん、待って、あれ、待って、え、し、したい、うん、ま、まだ生きてるの、大丈夫、す、すごい血が、うん、うん、何これ、誰、誰、誰これ。私、もう、ダメ。ちょっと大きい声言った方がいいんじゃない。私、もう、ダメ。マイクの手前でおります。あいつ、気をつけて。あいつ、あ、け、み、せーの、あ、け、み。あれは恐ろしい化け物、みんな、殺、やりでっか。あけみちゃんが、くる、これあげる。鍵だ。あなたが探してたもの、こ、これは鍵、鍵を手に、あ、ちょ、これじゃねえ。なんでマイクに近づいてんの。動かない、死んじゃったの。じゃあ、いやさっきの鍵何だったんだろう。あけみ王っぽいな。これ絶対首ねえから。あの、鍵開けました。ん、あれ、わ、あの、どうかしましたか。くない、え、悪くない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 。な、なに、え、うわ、顔、首、あ、首だね。これ絶対首でしょ、うん、ほら、え、え、ひ、おい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 
どうすんの金槌とか使う？多分使えないと思う。待って、多分俺がなんか孫の手だよ。マジで装備確認してみる。鍵、かゆいとこに手が当たる。武器になるんでしょ。金槌、あの黙ってる時に金槌使えばいいんじゃない。そういうことしてるうちにやられそう。確かにね。でも一回試してみる価値はあるでしょ。やるか。投げんだよ、ここがな。ここカットだ、カット。母さんだったな、顔的に。ほら、マジか。もうやめてー。はあ、エロ。ふ、ひひひ。お、なんか狂っちゃった。いやー。マジで？うわ。うわ、昨日食ったカレー出てきてるよ。やば。これ、なんかキャラ変わったりするんじゃない？絶対そうでしょ。開いてるし。ん？あれ？私一体何も変わんねえのかい。先に進まなきゃ。誰か口拭いてくれたんだな。だからね、カレーが全部うん拭かれてた。いやまだかい。あれまたここ一体何なの。またずっとこれ真っ直ぐ行ってないんだよ。何クリティカってた今。はい、すげえ絶対次左してくるよ。3はい、あれ、3はいはいはい、どんどん小さくなってるよ。はい、何この光、なんか何この可愛い感じ。どこだよ。ここあれじゃね、王の家じゃない。さすがにちげえだろ。違うかな。ここはどこ。いや、ブーセーポイント、ブーセーポイント。うわー、ダメだ。これは絶対あそこ来るもん。うん、いやトイレだ。え、暗くて何も。ちょっと待って、怖えよ。ちょっとブーセーポイント。え、ブーセーポイントどこ。あ、ちょっと待って、ここ絶対あかん。あったよー、たまこちゃん。あれ、これってさっきの写真。なんでお、え、エビコ気持ち悪い。私持ってたから首あれだよ。ああこういうのやだわ。行く。で、まあなんかあるんだよね。メモ用紙。丸。おし。引き出しに鍵がかかってる。王の命令に背いた時、この村に災いが襲ってくる。王は村人が災いから逃れるための生贄を要求する。あ、君たん。お前食ったからバカ野郎。そう、お前のせいだよ。お前腹減ったからってさ。お前食わなきゃこのゲーム始まんねんで。バカ、叫んねん。お前食って俺やるはめなった。そしたらあれだよな、もうあのこれ置きに行かなきゃっつって置いて終わりだったんだよな。いや、短っ。そう、芸術だ。すげえ。おー、びっくりした。大きな人形がある。いて。とりあえずなんかないかな。おわーい。あ、なんでこんな。むごい。うわグロ。マジか。顔面と刃物で切られたような傷がある。やばいでしょこんな。手ぬぐいがたくさんある。やばい、気持ち悪い。味噌だ。整備画面。待って。ある程度全部調べようぜ。ここだって絶対何かあるよ。ここ何なんだ。逃れるポイント、逃げポイントかな。何もないな。やだ。何もないな。ねえだろうな。
セーブしに行く一回。オッケーオッケー。ちょ、出れないの？出れないか。絶対懐中電灯とかあるあるある、ある絶対ある。何も持ってないの？ここないか。どうすんの？その下、真下にあるやつは、そうさ、これ？それ持っていけないよな。何なの？キモいよな。金槌。金槌なんか今回すげえ使えるな。確かに。うん。あの暗号は何なんだろう。とりあえずここ何なんだよ。うん、うん、同じだね。むごい。この人なんかないの？なんか持ってないの？ん？何が起きたんだろうなこれ。うん、まだなんかさっきみたいな、なんかさ、なんかどっかに行かなきゃイベント起きないのかもね。確かに外出れないでしょ。でも出れへんな。ここになんかあるへんの？何があるのかな。ああ分かった。これの3つ目だわ。でどうすんの？金槌。あ、おお、役立つな。鍵、よし。なんか起きる、何か起きる。セーブ行かなきゃやばいよ、まず一回。はい。今のはちょっとビビんなかった。うるせえ。でどうなんだ？左の部屋の。ああ、もう時間か。ということで、まず一回切りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。